ベルリン・シェーネフェルト空港、英語、ベルリン・シュニフェルドエアポートは、ドイツのブランデンブルク州シェーネフェルトにあった国際空港。所在地は、ベルリン市の地域からわずかに南に外れているが、ベルリンの空港として扱われる。シェーネフェルト空港の拡張によって整備された、ベルリン・ブランデンブルク国際空港に引き継ぐ形で2020年10月25日に閉鎖となった。 空港コード SXF も廃止となった。旧東ドイツの国営航空会社インターフルクのハブ空港であった。ドイツ再統一後はテーゲル空港に次ぐベルリン第二の空港として、昨日2017年の年間旅客数は約1290万人であった。1934年10月15日に開業。1945年4月22日に、 ソ連軍に占領され、航空機製造施設は破壊された。1946年には、ソ連軍は、ヨハニスタール飛行場からここへ移動し、アエロフロートが運航を開始した。戦後、在独米軍が、テンペルホーフ飛行場を軍事拠点としたため、ソ連軍は、シェーネフェルトを拠点とした。シェーネフェルトは、その後1954年になって、 民間航空事業へ変換された。1947年から1990年の間、シェーネフェルト空港は何度か改名し、東ドイツの中心的空港となった。1990年のドイツ再統一後、ベルリンの3空港の効率利用の点から見直しが図られ、他の2つの空港は市街中心部に近すぎ、拡張も難しく、騒音問題もあるため、 シェーネフェルトをベルリン最大の空港として拡張する計画が立てられた。1991年11月から1992年10月まで日本航空が自社便でフランクフルト経由で乗り入れていた。水曜日曜、ベルリン発水曜日曜、2020年10月25日に閉鎖。空港機能はブランデンブルク国際空港に引き継がれた。 パセージレコードアンベルリーナーフルーコフェン、エルステマールズウーバー33ミリオーネンパッサギエレ、空港会社による報道発表2018年1月4日付。ありがとうございます。